真っ黒クロスケを編んでみようの第3回でーす。はいどうも、編みぐるみストの角田でーす。どうも、はい。まあ、そんなわけでですね、今回は真っ黒クロスケを編んでみようの第3回でーす。はい。まあ、そんなわけでですね、早速ですけどもね、このミシン糸の真っ黒クロスケを編んでいきたいと思います。でですね、使っている糸は90番のミシン糸です。はい。で、前回前々回とですね、1回2回と目を編んで、目はこんな感じですね。こんな感じですね、ちょっと雑に説明しましたけど、これ目ですね。目を編んで、これ1回目ですね。2回目で、3段目まで編んだところですね。で、3段目の一番最後で、おいおい、数が合わないぞっていうところでですね、終わったという感じですね。で、そのちょっと数調整に関してですね、おいおいという感じです。まあ、とてもなる感じなのでですね、あまり気にしないで。さあ、4段目に行きたいと思います。で、4段目もですね、8目増やし目をしたいんですけども、まあ、どうやって増やすかですよね。増やし目をどこに入れるかなんですけども、結構ですね、僕が好きなのがですね、4段目好きなのがですね、真ん中に増やし目を入れるのがですね、結構好きなんですよね。だから普通に、だから細編み1個で増やし目をして、だから1、2、1って言った感じで編むのがですね、結構好きです。はい。まあちょっと今回もそんな感じで編んでいきたいと思います。で、前回とかですね、黒のミシン糸は結構目が見づらいとかっていうお話をしたと思うんですけども、結構ですね、ここそこ大きくなってくるとですね、なんか結構編みやすくなるっていう感じなんですよね。不思議なもので、なのでですね、やっぱり編み目は見づらいですよね。なのでですね、結構だから前回も話したんですけども、この編むことに関してはですね、結構どっちかっていうとですね、目で見て編んでるというよりもですね、感覚的なところですね、で編んでるのは多いですね。なんか形がちょっと怪しいな、大丈夫か、まあ、ちょっといきたいと思います。編み進めていきたいということですね。はい。で、結構ですね、この細かいの編んでるので、結構もしかしたらね、目がいいんじゃないかみたいな思ってる方が中にはいるかもしれないんですけども、ですね、視力はですね、悪いですね。はい。視力はですね、悪くなっちゃいましたね、悲しいことに。結構小学生の時はですね、視力 2.0 が自慢だったみたいな、なんか分かりますかね、なんかこの。小学生あるあるみたいな感じで。あ、でも今って2じゃない、今確か 2.0 までやんないんですよ、確か。そういえば僕らの頃は2.0 までやってみたいなあれだったんですけども、確か違ったような気がするんだけど、なんか耳に挟んだような気がしたけど、で今はですね、結構
いい感じでですね、視力は悪くなっちゃいましたね。だから、免許はギリで打眼できるみたいな感じで、いつ、メガネつけないと運転しちゃダメだよっていう風に書かれるかっていうのが、そんなあれですね、状況ですね。なのでですね、別に視力がいいわけじゃないんですよね。なので視力が良くなくても、逆に言うとですね、別にミッシートの編み込みは編めるんじゃないかなと思います。何がいいんだかわかんないんですけど、視力回復はいろいろやったんですけど、視力がいい方向なんですかね。なんかなんだっけ、なんか絵を、この絵を見ると視力が回復するみたいな、なんかありますよね。なんかそういうのやったりとかですね。そうやって、視力はどうなんだろうな、良くなるんですかね、あれは。例えばなんか、ブルーベリーはどうなんですかね。ブルーベリーもよく視力回復人間の目が良くなるみたいなありますけどね。でも結構なんか悪くなったら悪くなって、結構別にあれですよね、生活できますよね。あ、でもずっとなんだろうな、目が悪くなるけど、メガネが持ってなかったんですよね。で、目が悪くなっても、メガネを別に、メガネをつけなくても、なんだろう、それで自然に生活をしてたので、おそらく徐々に悪くなっていったんですよね。なので結構、多分勝手に、この生活にしょうがない感じで徐々になので慣れているせいもあって、特に不便は感じなかったんですよね。なんか遠くの文字が見えづらいとかっていうのはあったんですけども、でですね、何年前だろう、結構前になっちゃうのか。でも初めてメガネを購入した時にですね、あれはちょっと感動しますよね。視力じゃないパッて、なんだろう、車のナンバープレートとかがはっきり見えた時の、あれはちょっと結構感動しましたね。おお、すげえって感動したんですけども、まあ結局なんかめんどくさいからあんまりしないんですよね、メガネ。なんだかんだで、でもなんかメガネをしないと視力悪くなる、視力がさらに悪くなるとかっていう話もので、やっぱりメガネした方がいいのかなみたいな気もするんですけどもね。なんかなんとなく、なんか億劫というかですね、やんないですよね。でですね、今どのくらいなんか、あれおかしいな、 1,2,3 どのくらい足んないんだろう。 1,2,3 今なん本当にこのなんだろう、普通にちょっとここに独り言、世間話をしながら編んでるとですね、ダメですよね。確かの半分で増やし目したけど、結局のところ全部でいくつになったんだこれ。3目足んないのか、どっちだ。結構な感じの雲行きの悪さですけども、まあ、とりあえず最終的に真っ黒クロスケに関しては、周りをですね、モフモフモフっていうのがありますよね。あれで結局やっちゃうので、正直あんまり細かく
やらなくてもいいとは思うのでですね、あんまり気にせずにですね、ちょっとこの先も進めていきます。でですね、この大きさはですね、この目を目安にということですね。この目と相談しながらですね、どのくらいの大きさにするか、もうちょっと考えていきますね。で、今だとこんな感じですね。こんな、あ、でもいいのかな、このぐらいで。とりあえずは。今こんな感じです。あ、でも逆に大きくなりすぎたのか。なんだろうな。でもそのままちっちゃくしてって。今、あ、ちょっと全然見えてなかったですね。今こんな感じなんですよね。これより大きくすると大きくなりすぎちゃうし。とりあえずいいかな。まあ、とりあえずですね、今こんな感じなのでですね。サイズ的にはもうこれでいいかな。もう一回ちっちゃくてもよかったのかな。いや、でもこれでいいか。まあ、とりあえずこれで、この大きさでですね、大きさは確定ということで、まあ、今度増やし目をせずにですね、ちょっと編んで、増やし目をしないで、細編みだけで編んでいきます。でも増やし目もかまも細編みか、ね、このままでですね、とりあえず何目あるのかな。結構あの20、え、でも24、8、3、4、4、7、28、29、30、31、8の4、32だから32-29、32のはずが29になってるっていう気がするので、ちょっと一瞬ちょっとちゃんと数えて編んでみようと思います。29だと思うんだよな。近所の子が元気の声が入ってますかね。もうすごい賑やかですけど、4、5、大丈夫ですね。さっきみたいにちょっとあの反応した方がダメなんですよね。今何だろうね、ベルが聞こえましたよね。今ベルに気を取られちゃって賑やかすぎるな、外が。あの黒のミシン糸って結構あの見て分かる通り見づらいのでですね、結構あの知らない間に
冷やし目にしちゃうっていうのが結構あるんですよね。あ、黒に限らないか。ミシンと編むときはですね、なんか隣の目に、おぉ、にぎやかだ。隣の目に入れたつもりが、増やし目、なんか同じ目に入れちゃってるというのも結構あるのでですね、ちょっとそこは注意ですよね。でこんな感じですね。明らかに少ないですね。32と20分でした。これ何目なんだろう。22、26ですね。どんな増やしもして26になったんだろう。26で、なるほど、26か、26か、うん、まあいっかな。はい、26目でしたね。どういう25の表紙になっちゃったの。とりあえず今26目ですね。26目で、まあ目と合わせてもこんな感じで、まあ、こんな感じですね今のところ。まあいいかな、サイズ感は。よいしょ、
こんな感じになります。こんな感じですね。なので大きさ的にはこれでいいのかなと。26なので、まあとりあえず26でいっていきます。で一応あそこさっきあの数数えたのがですよね、数を数えたのがですね、減らし目するときにちょっと一応数をちゃんと数えて、数が分からないとどんな感じで減らし目をするのかをちょっと分からないというかね、ちょっと一応ちゃんと減らし目はしたいなみたいな感じなのでちょっと数をちょっと確認したい。26でしたね。合ってたのかな。ちょっとでもところどころちょっとあの外の子供の声に気を取られてるんで、多分26でしたね。はい、そんな感じでですね、まあとりあえずはですね、これでとりあえず大きさはこの大きさで引き続いてですね、この編んでいきたいと思います。はい、もう4サイズでもちっちゃくてもよかったかなみたいな気もするんですけども、どうしようかな。でも今ここまでせっかく編んじゃったので、今こんなサイズなんですよね。でだから結局その目をどんな風につけるかによって、これと結構体の中にも、ね、中にというかこのサイズでもこんな感じになってるんですけども、あでもいいのかなこれで。今ってこんな感じで、多分この若干目よりも大きい感じで見えると思うんですけども、最後の方で最後にここにどんどんここに細くしてきますよね。この細くと言わない、減らし目だからこの丸をこの下の方に来た時にこれをくるってなるとですね、結構この横幅よりも実際もうちょっとここに狭くなるっていう。はい、すごいなんか多分説明が自分で今話しながらも、この説明だと全然伝わんないんだろうなって思いながらちょっと今思ってたんですけども、その時になったらまた詳しく話したいと思います。はい、まあ、とりあえずはですね、今日はちょっとここまで編んでみたのでですね、まあ、次回も引き続き編んでいきたいと思います。すいません、説明が下手で。はい、まあ、そんなわけで今回はこの辺にしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。それではまたお会いしましょう。パパ怒った。それではまたお会いしましょう。ではでは。